はい、まず自己紹介したいと思います。はい、お願いします。じゃあ私から、私が代表の岡野です。今年32歳です。で、大学卒業した後に新卒で楽天に入りまして、大宮とか横浜とか千葉とか関東の楽天市場出店店舗のコンサルを3年半やってました。じゃあ次南さんお願いします。はい、南です。住んで埼玉の、他県市という資格を持って不動産の専門家であります、今年から、住んで埼玉に入社しています。キャリアとしては2007年に新卒で不動産のデベロッパーに就職して、マンションとかが、ビルとかが強いデベロッパーだったんですけど、私はたまたま工場の用地とか倉庫の用地とか、物流倉庫とか、あまりその一般の方々が目にしない耳にしないような物件を、調査して仲介したり、もちろん営業して売ったりしていました。はい、ということで自己紹介は以上です。はい、で、簡単にまずは昨今のマンション市況ということでお話ししたいと思います。はい、右側に書いてますけれども、01から07年ぐらいはバブル崩壊後の底打ち期、で、まだまだ日本がギリギリ元気なんじゃないかっていうような形でした。新日鉄とか三菱重工とかっていう、古くて大きい会社が時価総額最高額だったのもこの時です。なるほど。それを更新できてないですね。うん、具体的にその埼玉の中で人気のエリアですね、今挙げてます。東京駅、新宿駅からアクセスしやすいのは、川口とか浦和とか大宮とか、最近人気なのが和光市、朝霞市、志木市、ちょっと西に行くと所沢とかが人気です。比較的アクセスがいい割に、安い、ので、非常に今人気があります、我々のお客さんも結果的に多いですよね。多いですね。ちょっと初めての試みだったんで、もう少しなんかインタラクティブにやれればなとは思いつつ、一旦僕と、他県市の南の2人で話すような感じの内容を聞いてもらってましたと。本当にこの市況での家選びはめちゃめちゃ大変だと思うし、この市況で買う決断をできる人は素晴らしいなというか、尊敬します、まず。そのぐらい難易度が高い状況になっているかなと。まあね。ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。じゃあ長丁場ありがとうございました。またお願いします。失礼します。